中年オタッキーです。今日はちょっとね、自宅からということで、いつものね、助手席の窓にね、モニターを映して、画面を確認するという操作ができないので、ちょっとインカメで撮ってます。スマートフォンのインカメで撮ってるので、ちょっと画質が悪いかもしれないです。今日はね、フィルムカメラ、初めてのフィルムカメラ、どれがいいというよりは、まあ、この中からざっくり参考にして考えてくれっていう内容のね、動画になっていくと思うんですけど、かなりたくさんのカメラを紹介することになると思いますので、時間かかりますし、まあ、そんなわけで、いつものね、視聴者の方の投稿の作品のコーナーとか、そういうのはね、ちょっとなしで、初めてのフィルムカメラね、どんな感じで選んだらいいかということを中心にお話ししていこうと思います。それでは動画スタート。はい、なんで今日の企画をちょっと考えたのかというと、ちょっと YouTube をざっくり見てて、フィルムカメラ、初めてのフィルムカメラを、どれにしたらいいって結構動画がね、いろんな人から上がってるんですね。で、その動画を見てるとね、結構な割合で、完全に初心者として扱ってるんですね。そのフィルムカメラを始める人はこのカメラを使ったことがないみたいな感じで、案内してるわけですね。で、簡単に、適当に撮れるのがいいっていうんで、だいたいコンパクトカメラをね、選んでるんですけども、それはちょっと間違いなんじゃないかなって思う。なぜかっていうと、フィルムカメラを使ってるから、初めて使うからといって、カメラ初心者ではないと思うんですよ。だってデジタルカメラを先にやってて、フィルムもやってみようってことは結構大量な数でいると思うんですね。かなりの確率でいると思うんですね。で、デジタルカメラ、特にデジタル一眼とかミラーレスをやってたら、ある程度写真の知識はついてるわけです。で、そういう人たちにね、ただのね、コンパクトフィルムカメラ、いわゆる、まあ、バカチョンって言ってはいかないですけど、バカチョンってやつですね、を進めても、ね、物足りないで終わってしまうと思うんですよ。何もできないんでね、本当にシャッターを押すだけっていうカメラになってくるんで。で、今日はね、どっちかっていうとね、まあ、そういう、完全初心者は別にいいんですけど、予算別にね、このフィルムカメラ、いくらで始めるんだったらこういうカメラ、いくらで始めるんだったらこういうカメラ、ということで、考えていこうと思います。で、まず最初はですね、1000円以下、電池代を含めてね、1000円以下で始めれるカメラから紹介していこうと思います。はい、まあ、1000円以下ということなんですけど、まあ、ジャンク前提になるんですね。で、まあ、1000円以下で絶対買えるっていうものでもないです。これは今から説明する全ての、カメラに、と同じ条件になりますけども、1000円以下で必ず買えるわけではないです。1000円を超えてくるものももちろんありますが、まずどういうカメラを1000円以下で狙えるのか、てか代表格はまあまあこれですね。これはピッカリコニカってやつですね。カメラゾーンフォーカス式でピント合わせは必要になりますけども、基本的にね、何もせずにシャッターを切って撮れることができますし、ストロボもねついてるんですね。これね、フラッシュですか。まあなんでこれが安いのかというと、もう爆発的に売れてね、大体もうジャンクボックスとかにゴロゴロ転がってるんですよ。500円前後で大体入るんじゃないかな。で、同じ理由でこれジャスピンコニカですね。これはオートフォーカスです。オートフォーカスでワインダーがついてるこれモデルになりますね。これは僕 C35MF って言うんですけども、この C35 シリーズはね、どれもね、写りがいいです。レンズが素晴らしくいい。テスト型のレンズだとは思うんですけども、写りが素晴らしくいいです。で、これ先日紹介した、初代キャノネットね。これもね、ジャンクボックスでね、もう本当に安く転がってるんですけども、これはおすすめ度からしたらさっきの2台よりは下がります。普通にね、調子がいいカメラっていうのがやっぱ古いんでね、すごく少ないです。僕今これも手にしてるのは昭和38年5月製造ということで、ものすごく50年以上前、60年近く前になってしまうのかな。まあ、そんな感じで出てると古いんで、調子がいい個体は少ないと思いますね。で、
これフラッシュフジカですね。これもよく見ます。これジャンクボックス、これもすごく写りがいいらしいんです。僕まだ撮ってないんですけど、写りが非常にいいということですね。デート機能もついてたりしますしね。デート機能調整がものすごくややこしいですけど、まあこれもね結構、見かけます。僕は結構おすすめしてるのはこれですね。これキヤノンデートマチックって言うんですけど、すごい安っぽいカメラになるんですけどね、写りすごくいいんですよこれね。あの動画では紹介してないんですけどね、レンズがねすごく良くて、さらにね電池がね、これ水銀電池でもう発売されてない電池になるんですけども、 LR44 の電池をね直結で2個つなげて、反対側にねアルミホイルを押し込んで3ボルトに合わせてね撮ると、まあ、100均で売ってるような電池で撮れるんでね、コストは安いです。で、まあ、大体これもね500円、下手したら300円ぐらいで転がっていることもあるかもしれないです。でピント合わせは必要なんですけどもね、こんなに安いのに20像合致式のね距離計連動式なんですね。ピント合わせが、使えるということで、マニュアル操作でピント合わせができるということで、シャッターはねプログラムになるんですけども、まあ非常に、写りがいい、安い、カメラになります。見つけたらね、大体300円、500円だと思うんですね。人気全然ないんでね。で、まあ、コンパクト系ばっかりになってるんですけども、一眼でもね、1000円以下で狙えるカメラはあります。それはこれですね。キャノン FT ですけどね。これ、まあ、運が良ければヤフオクで500円ぐらいで狙えることもありますし、ジャンクボックスにはね、カビ玉付きだと、1000円ぐらいで入ってることもあるんじゃないかな。で、まあレンズはね、カビてるレンズでもね、そんなにひどいカビじゃなかったらね、映りますから、まあ、カビてるっていう時点でね、もうゴミくずの値段になるんでね、狙えると思います。で、このレンズなんですけど、このレンズももともとカビてたんですけど、自分で分解して綺麗になりました。この FL レンズね、中の玉さえ気をつければ結構分解が簡単です。まあ分解の仕方はね、ネットとかでね、よく転がってるんで、ブログとかで書いてる方が多いんで、そちらを参考にしてもらうことになりますけどね、アトムレンズっていう放射線が出るレンズにはなりますけど、面白い描写で、和製ビオタって言われて、ぐるぐるボケが発生するレンズ、面白いレンズということでね、FT ね、まあ、露出系が動かない、まあ、個体も多いんですけども、完全にね、手動の、手持ちの露出系、例えばスマートフォンのアプリの露出系とかを使って、撮る人には向いてると思いますね。で、まあ、オークションとかで、買うときはね、スローシャッターの粘りがないか、まあ、粘りがあっても直す方法はあるんですけど、確認、シャッターがちゃんと切れてることを確認。で、もし、ジャンクボックスとかでお店で見るんだったら、この底のね、やつを回して、こう、蓋を開けてもらって、シャッター膜がヨレヨレになってないかね、その辺を確認。で、ちゃんとシャッターが切れているか。で、1000分の1に合わせて、おっとっと、レンズを外して、でね、ちょっと明かり方を見てね、全部シャッターが開いているか、この辺を確認して買うと、まあ、使えるんじゃないかなと。思います。まあ、シャッタースピードはだいたい遅くなってますけど、安く買える一眼レフとしては、キヤノン FT、FT だけじゃなくて FP とか、FX とかも安いですけど、 FP、FX はさすがに古すぎて、調子が悪いものも多いと思います。で、ここまで紹介してきた、カメラ、まあ、電池が安いっていうのが、ね、まずポイントになります。キヤノネットはそもそも電池が不要ですし、コニカ C35MF とか EF とか、フラッシュフジカとか、まあ、この辺はね単三電池になってくるんですね。で、コニカ C35EF だけはね、ここにちょっと電池がいりますけどね、これボタン電池、 LR44 のボタン電池で、使えます。で、 LR44 のボタン電池でシャッターじゃなくて、絞り制御で、フラッシュは、こちらから入れるね、ちょっとよいしょ、単三電池でね対応するという形になってますね。はい、まあ、大体ね1000円以下、はざっくりこんな感じですね。はい、次はね、5000円以下、になってきますよね。まあ、5000円以下ちょっと幅があるんですけども、5000円以下いきます。5000円以下ということですけども、
このランクで、まあ、僕が一番おすすめしているのは多分これ、オリンパスのトリップ35っていうカメラですね。まあ、5000を超えてるものも もちろんあるんですけども、ヤフーオークションを見る限りではまあ3000円前後で取引されてることも多いです。まあ、もちろんね、手に取って確認するって意味で5000超えてる可能性もありますけど、非常に写りが良いです。ものすごく写りが良いです。だいぶ古い動画になりますけど、紹介しておりますんでね、そちらも確認していただければと思いますが、で簡単なんですよ。まあ、フィルム装填もあの普通にフィルム装填しなきゃいけないですけど、ゾーンフォーカス式ということで、ピント合わせはその距離で合わせる、まあ、それだけで、あとはもうあのプログラムオートになるんで、まああの普通に撮るんだったらこの上焦点マークっていうか赤色の、ね、ピント合わせに赤色のところがあるんで、そこに合わせてね、普通にプログラムシャッターで撮ってるとね、あの案外綺麗な写真撮ります。であのもっと突き詰めていくと、しっかり距離にピント合わせて、ピント合わせて撮るとね、もう一眼レフカメラはいらないんじゃないかっていうぐらいね、ものすごい高解像度な、写真が撮れます。でレンズはね、D 随行、40mm のね、F2.8 だったと思うけどな、うん、2.8 だね。4枚玉のね、レンズがついておるんですけどもね、これテスラのコピーレンズということで、すごくね、いい写りです。で、いい写りでコンパクト系っていうと、続きますと、コニカ C35 ですね。これコニカ C35、まあ、あの初代なんですけど、この初代系のやつはね、さっき紹介したコニカ C35EF とかと違って、ゾーンフォーカス式になるんですね。まあ、あのピント合わせがねちゃんとできるということで、このファインダーの中でね、あれ取れちゃったノブが取れちゃったよ、ピント合わせができるということで、非常にねピント合わせがあのピントの精度が高くなって写りが良いんですね。で初代はねちょっとこれアトムレンズになって応変してるものもありますけど、モノクロで撮るんだったら応変してる方が調子良かったりしますね。で次にねこれ非常に写りが良くて簡単でおすすめなのがよ、これねオートボーイ2ですね。オートボーイ2はね、一応単焦点レンズの 38mmF2.8 ということで、レンズ自体はねさっき紹介したこれと多分同じなんじゃないかな。デートマチック、これデートマチックと多分同じなんでしょうけど、こちらはオートフォーカスでね簡単にピントが合わせれます。でフラッシュもついておりますし、簡単に撮ることができますね。だいたいヤフーオークションでね3000円以下ぐらいでね結構流通してます。でフラッシュもついてる、オートフォーカス、簡単に撮れるということでね非常にいいです。ピントを合わせるとねあのフォーカスの位置にこう矢印が来てねちょっと面白いデミックもついてます。まあ、ここまではねコンパクトカメラ系を言ってきましたが、今度オートフォーカスのね、一眼レフカメラ、この辺も結構狙えてきます。一番狙い目なのがこのねミノルタのねα303SI、スーパーです。ちょっとね安っぽい音はしますけどね、もうこのカメラ本体だいたい500円前後、で今つけてるねレンズはこれあのミノルタ AF3570 っていうね、ミノルタα7000とか α9000 とかその辺の時にね、あの、巻き絵レンズとして売られた、まあ、バラ巻きレンズで売られたものなんですけども、これが非常に描写が良くてね、この α303SI スーパーとこのレンズの組み合わせで一応動画作ってますんで、もし気になる方はね、ちょっと僕の動画検索してね、あの、調べて、見てください。写り非常にいいです。で、ピントもね、オートフォーカスで結構いいですし、プログラムモードからマニュアルまで全部使えます。スペックはちょっと低めなんですけどね、このカメラとにかく安いんでね、欠点は電池です。電池はねもうこの辺のオートフォーカスカメラをよく読んでくるんで、これ 2CR5 っていうねちょっと高い電池を使わなければならないです。 Amazon で購入しても600円か700円かな、まあ1個買えば結構持つことは持つんですけども、まあ高いことは高いんでね、だからカメラとボディボディとレンズで1000円で、レンズが、700円ぐらいということで、まあ、2000円をちょっと切ってくる予算で、用意できるカメラですね。で安いといえばね、この α7000、これは僕はいただき物なんですけど、 α7000 も安いことは安いんですけど、もうさすがに古くてねトラブルが出てるのが多いです。こちらはね電池はね、大半がね単4電池パックを使われていると思います。2CR5 パックもあるみたいなんですけど、それを選択、外して開けてみなきゃ分かんないんですけどね、
はい、すみません、ちょっと撮影中に電話がかかってきてしまって、スマホの欠点ですね。この α7000 はね、ちょっとトラブルが多いんでね、避けた方がいいと思います。以前ね、1円で落札したカメラが到着したというのでね、基板が焼ける瞬間をね、公開しましたけど、そんな感じでね、安いことは安いんですけどね、まあ、どうしてもね、α7000 が欲しいという方は、無理に止めはしませんけどもね、まあ、その辺がちょっと欠点ではありますね。はい、次はね、ペン EE シリーズですか。これはペン EE3 ですけど、ギリギリで5000円ぐらいで手に入ることもあると思います。トラブルっていうトラブルはね、僕はペン EE シリーズだよね、ほとんどね、ジャンクで買ったっていうんでは、以外ではないんですけども、ヤフーオークションとかで気をつければならないのは、セレン光電池が死んでるっていうパターンですね。で、お店で買うと多分5000円では買えないと思うんですけども、ハーフサイズのカメラですからね、たくさん同じフィルムの、ね、枚数でたくさん撮れるんでね、その辺はたくさん撮りたいというふうにはもう絶対ね、おすすめハーフカメラですね。こちらはね、5000円以内でね、入手できると思います。これはね、キャノンのデミですね。これデミ EE ですね。これはね、ピント合わせが必要にはなるんですけども、まあ、ゾーンフォーカスに合わせていただいたら、まあ、ほとんどピント合わせ不要になってくると思いますね。で、露出系がね、動いてるかどうかっていうのが、これ、肝になります。ピントがね、ピントじゃない、感度を合わせて、その露出系の針に示すところにこれを回して写真を撮るっていう形になるんですけど、まあ露出系が弱ってる個体も多いといえば多いですね。その辺はちょっと、ね、ジャンクは買わない方がいいかなって感じになりますね。まあ、あと、まあ、この、デミの紹介の動画でも言ってますけど、この辺がね、変形してるカメラは非常に要注意です。フィルムが巻き上げできなくなってしまうことがあるんでね、まあ、そこは、ちょっとやばいポイントを持ってますね。で、これは同じデミ、デミのね、デミ S です。これは現実に僕は稼働品を2980円でカメラ店で買ってきました。露出系も動作しておりますし、レンズはね、明るい 1.7 でね、やはりピント合わせは必要になってきます。ゾーンフォーカスでなってきますし、これはね、フルマニュアル撮影、フルマニュアル撮影なんですけど、一応ね、露出系と連動しているんで、まあ、露出系をね、参考にしながら写真を撮ればいいということで、これはね、ストラップもついて、これリストストラップですけどね、ついて2980円で実際に買えましたんで、5000円以下で十分用意できるカメラになると思います。で、これですね。これはね、ペンタックスのね、SPO135 って、SPO シリーズ、まあ、135だけじゃなくて、140とか、まあ、いろいろあるんですけども、こちらは本当に安いんですよ。確かにね、300円とか500円で買えるんですけど、電池が高いんですね。電池がだいたい700円前後する、何だったっけな、あれ、名前忘れちゃった。ちょっとちっちゃい、炭酸電池の半分ぐらいの長さのやつが入ってるんですけども、それがね、その、電池代が高いんでね、このクラスにランクしたんですけども、もう非常に映りがいいですし、オートフォーカスがパッシブ式になるんで、もうオートフォーカスがどんなに暗いとかでも効きます。同じ理由でね、このオリンパスのミューシリーズ、これはね、ミューのズーム130か、これもね、非常に安価で入手することができます。ミューワンの中にはね、ものすごくね、単焦点レンズのやつがめちゃくちゃ値段が高くなっているのもありますけど、ミューの中でも安いズームシリーズが結構安く入りますんで、これも電池がね、高い電池になるんですね。これ何だったっけ、よっ、開け方がわかんねえや、よいしょ、CR123A かな、これ。多分 CR123A で、これも多分600円、700円するリチウム電池だと、使い捨てのリチウム電池なんですけどね、高くなるんですね。はい、まあ、ほんで他にも狙えるカメラって言ったらね、これが結構狙います。これね、これ F90X なんですけど、これはジャンク前提になりますけど、僕はね、カメラの名には、神戸店でジャンク1500円で買ってきました。で、レンズはね、これね、今、ニコンのね、AF ニコール3570というレンズが出てます。このレンズはね、非常に人気がなくて、このレンズはね、実際に、ハードオフ、徳島のハードオフの泡店でね、800円で買ってきました。だからこの組み合わせで、1500円と800円、2300円。で、炭酸電池が使えるということでね、非常におすすめのカメラになります。
トラブルとしてはね、あのフィルムの巻き上げ系のトラブルがあるんですけど、油を刺したら治ることが多いんでね、油を刺してジャンクから復活するっていう、ね、パターンが多いカメラになるんで、まあまあいいんじゃないかなっていう感じになりますかね。他に狙えるというとこっち系ですかね。まあこれは EOS 55になります。まあ当時95年だったかね発売された、まあ、中級機なんですけども、レンズはねこれ EF の2890っていうのがついてますけど、2880とか2890とかね、ジャンクでだいたい1000円1500円ぐらい出てます。動作確認は必要になりますけども、まあ、安く仕入れてますね。ただカメラもこれ1500円で買ってきました。なんかこの組み合わせでだいたい3000円ぐらいなんですけども、注意しなければならないのはEOS 650とか、まあ、その辺もそうなんですけどね、これシャッター膜です。この古い EOS はね、シャッター膜にね油がついてるのがあります。今ついてなくてもね、動かしたらつくことがあります。もう動かしたらいきなりつくの。これね、あのタンパーゴムといって、シャッターをねとそのストップさせるゴム、これがね加水分解を起こしてねぐちゃぐちゃになってくるんですね。でシャッター膜にそれがひっついて、最終的にねシャッター膜がねあの粘ってシャッター膜がバラバラになったりします。まあ直す方法もあるといえばあるんですけど、あのライターオイルをつけてね、あの綿棒でねちょっとずつ拭き取って直すという方法もあるんですけども、まあそういうトラブルがあるということだけ EOS をねあの購入する方はねあの承知しておいてくださいね。はい。まあ大体こんなものかな。5000円以下で狙えるって言ったらこんなものかな。ペンタックスのね、これ KM ですけど、ペンタックスの SP とか SPF もねレンズ込みで5000円以下ぐらいでは狙えてくると思います。トラブルもちょっとは出ますけど、まあ結構ねあの頑丈なカメラではありますんで、油を刺しただけで治ったとか、そういうこともありますんで、ペンタックスの、SP、SPF シリーズ、この辺も狙い目になってくるんじゃないですかね。はい。次はね、5000円から1万円、まあ1万円以下、5000円以上1万円以下、で狙えるカメラになってきますね。はい。5000円から1万円ということですね。この辺でね、まあ、僕がすごいおすすめしているのはこのカメラですね。ミノルトのね、α9XI っていうね、当時のね、フラッグシップカメラになります。オートフォーカスもね、非常に秀逸ですし、プログラムのね、プログラムじゃね、露出の制御もね、すごくいいです。で、ファインダーもね、すごく綺麗でね、使いやすいんですよ、このカメラ。僕結構気に入って使ってまして、まあ、動画でもね、頻繁に登場してきておりますんでね、まあ、なぜ売れなかった α9XI っていうね、動画、ミノルタのカメラなぜ売れなかったっていうか、そういうタイトルで、出してます、紹介してますんで、でね、同時期の、まあ、これ、中級機、ハイアマチュア機になりますかね、これ、EOS5 ですね。EOS5 もね、だいたいこの価格ぐらいで、レンズ込みで使えるようになってくると思います。これ、今ついてるのは EF の、28105かな、F3.5 から4.5 っていう、まあ、普及レンズになりますけど、結構人気が高くてね、ボディだけで5000を切ることはないと思います。で、電池パックで単三電池ができるかとか、ちょっとそれは知らないんですけど、基本的に 2CR5 です。さっきのミノルタのね、α9XI も 2CR5 で、電池代は高くなってきますね。で、よいしょ。まあ、この辺もね、選択肢に入っていくと思います。これキャノン A1 ですけど、バリバリに使える A1 でもレンズ込みで1万円で狙えてこないかなと思いますね。人気は高くて、まあそうですね、どうしてもねオークションとかでは、入札試合になりますよ。お店で買うとちょっとこの値段は超えていくと思いますが、まあ、1万円で狙えるカメラではあると思います。ただ故障がすごく多いカメラなんで、そこは注意が必要ですね。他にもね、まあ、AE1 です。これ AE1 ですけど、まあ、AE1 も狙えない、まあ、ランク低いんでね、ちょっと安い、A1 より安いんですけど、まあ、このぐらいの5000円、レンズ込みで5000円以上にはなってくると思いますね。まあ、お店で買うともっともっと高くなってしまうかな。まあ、1万円、5000円から1万円ということで、結構な金額になってくるんですけども、こんな感じになるかな。はい、じゃあ次はね、1万円以上。
2万円までか、というカメラを紹介していきます。はい、1万円以上2万円までって言ったらね、もうね、マニュアルフォーカスのもう一眼レフカメラフラッグシップ機がガンガン出てきますね。例えばキヤノン F1、 ニュー F1、この辺はその価格帯に相当すると思います。もちろんジャンクはもっと安くなってくるんですけど、このクラスでジャンクを買うのはちょっと微妙ですね。なぜかっていうと、もう自分で分解して修理するような金額じゃないと思うんですよね。1万円クラスになってくると分解してゴミにしても1万円平気っていう人はね、別にいいんですけど、そんなわけで、まあ、ジャンクで例えば5、6000円で買ってもね、修理に3万円とかかかるようだったら、2万円弱ぐらいのボディをね、メンテナンス済みのボディを買うのがいいんじゃないかということで、まあ、キヤノン F1、ニュー F1、で、ニコンのね、これ F フォトミックですけど、F フォトミックや、これ F2 フォトミックですね。この辺もね、この辺の価格帯になってくると思います。ともにね、いいカメラでね、もう使い勝手というか、もう所有満足度というのもそれが素晴らしいということで、ファインダーもね、素晴らしく秀逸です。この今3台、紹介しましたけど、すごくいいカメラですね。F1 もね、ちょっと今 F1 用意してないんですけど、この間ね、ジャンクで入手してオーバーホールに出して F1 が、どうもフィルムカウンターの調子がおかしいということで、もう一遍修理に出し直しましたんで、ちょっと今ないんですよ。それで、まあ、旧 F1 ないんですけど、この辺のカメラを買うとね、もうね、メカニカルカメラですしね、一生ものになってきますね。まあ、ニュー F1 はね、ちょっと電子系が壊れるということですけども、その F フォトミックとかね、その F2 フォトミック、あと旧 F1、この辺はね、もう 100% メカニカル機でね、職人さんがいればね、修理が可能ということで、一生ものになってくるんだと思うんでね、まあ、お金を出す値打ちはあると思いますね。はい、じゃあ次は2万円以上。ということになってきます。はい、2万円以上でね、現物で紹介するって言ったら、まあこの辺ですかね。これはコンタックスの RTS ですね。RTS1、2、3 とありますけど、カメラボディ自体はそこまで高くないですけど、レンズが高いんですね。まあ、これはね、ジャンクで1500円で購入した、今、タムロン SP か、3520というレンズ、これは安かったんですけど、まあ、基本的にそのコンタックスっていうのはね、やっぱね、プラナーとかね、ゾナー、バリオゾナー、この辺で使わないとあまり意味がないと考えるんで、まあ、レンズだけでも2万円以上、最低でも2万円以上、まあ、5万円を超えることもザラ、ということで、コンタックスはやはり高級機になってきますね。で、あとはね、EOS1V とか、ニコンの F5 とかね、ニコン F3 もこの、領域になってきますね。 F3 ボディだけでだいたい2万5000円ぐらい、まあ、キヤノン F1 もニュー F1 もね、お店で買えば2万5000円ぐらいにはなってくるんでしょうけど、まあ、高級機ということで、まあ、この辺もね、もうちょっと一生ものカメラになってくるんでしょうけど、まあ、F5 とか、EOS1V とか、まあ、F4 もそうですし F3 もそうですけど、電子部品が入ってるカメラになるんで、故障する可能性は絶対にあります。そんなわけで、まあ、初心者にすごくおすすめするカメラとしてあげるとするならば、まあ、ペン EE シリーズ、たくさん撮りたい人やったらペン EE シリーズ、手軽にたくさん撮りたい人はペン EE シリーズ、もう本当にお金がない、とにかく安く済ませたいんだったら、この、デートマチックですね。で、一生物にしたい、高級機を買いたいっていうんだったら、僕的にはこのニコン F、ニコン F、もしくはニコン F フォトミック、F2 でもいいんですけど、僕使ってて楽しいのは F ですね。あとはね、キヤノンの QF1 になりますね。ニュー F1 はやっぱ電子部品が入ってるということで、故障するということで、将来的に考えるとちょっと微妙かなっていうことを考えると、
そうですね、一番おすすめ今回、フィルムカメラをおすすめできるのは、まあ、ニコン F がおすすめ、2番目が F1、初心者の方、初めて始める方だったら、まあ、この中からちょっと参考にしていただければと思いますね。フィルムカメラを初めて使うけどデジタルカメラもう使ったことあるよっていう人は多分ね、ニコン F とかを使ってもね、そこまで戸惑わないと思うんですよね。まあマニュアルになるんですけども、デジタルカメラでその練習ができます。デジタルカメラをねマニュアルモードにして、デジタルカメラで練習して、ほんであのニコン F とかキャノン F1 で撮る、そういう撮り方もありますし、デジタルカメラをすでにやってる方だったらニコン F やキャノン F1 というのはね狙っていいんだと思います。でもう本当にねその完全にねズブな初心者っていうんだったらね、やっぱり一番おすすめなのはこの、オリンパス 10EE シリーズですね。本当にねこれねもう巻き上げてねシャッター切るだけで使える。今シャッター切れませんけど、これ明るいとこ見たらもうとにかくね暗いとこでは撮れないけど明るいとこでは撮れるっていうね、シャッターが切れなくなるんですね。もう失敗がね、ピント合わせする必要もないんでね、もうあのフィルムの感度を合わせてフィルムを装填して巻き上げてシャッターボタンを押すだけ、しかも電池もいらない、このねやっぱねペン E シリーズはね、初心者には最高。もうカメラを全く知らない初心者には本当にこのカメラはいいんだと思いますね。オリンパスのね、もうオリンパスのカメラ、もう現時点ではねオリンパスのカメラ事業っていうのはもう終わってしまったんですけど、これね、前谷義久さんですね、が設計した素晴らしいカメラ、後世に残っていくようなカメラだと思いますね。まあ、仕掛けもね、その、全て、機械仕掛けで、ね、まあ、セレンコー電池という、セレンコー電池が劣化するとマニュアル撮影しなきゃいけなくなってしまうんですけども、その弱点を除いては、大体分解したら修理できるカメラですから、職人さんにね、修理してもらえば、いつまでも使えるカメラでありますし、まあ、結論としてはその完全にカメラ初心者の方はペン EE シリーズ、それもね、2か3がいいですね。1はねあのこれ ES ですけど、これ ES の1ですけど、この裏蓋がね取れる方式になるんで、ちょっとやっぱねあのとっつきにくい部分がありますんでね。それに比べると EE2EE3 はねもう裏蓋がこの横開きの普通のオーソドックスなタイプになります。光線盛りもちょっとしにくくなりますんでね、あのそっちの方がおすすめになるかもしれませんね。はい、今日の動画はいかがだったでしょうか。ちょっとねあのたくさん紹介するということで、まあ、まとめきれてない部分もあるんですけども、そうですね、どのように、フィルムカメラを楽しむか、予算は、自分の技量は、そんな感じで考えるとね、こんな流れになっていくと思うんですけど、見ている方はどう思いますかね。まあ、この動画ね、あのフィルムカメラをやったことない人向けなんですけど、僕のそのチャンネルの視聴者の方はもうフィルムカメラをあの熟知しているような方が非常に多いので、僕のチャンネルでこれを流すのはどうかなともまあ思いますけどね。まあ、今日の動画はこんな感じになっていく。いきますね。はい、次回の動画はね、リコーのね、リコーオート500だかな、になるのか、それともね、他になるのか、ちょっと今はっきり分かんないんですけどね、オリンパスのペン E2 のね、作品取り上がって、今ちょっと後ろで干してますけどね、現像終わって干してるんですけど、まあ、次の動画ちょっと未定になっていくんですけど、まあ、お楽しみということでね、ちょっと気まぐれになっていくと思います。はい、今日はね、動画最後まで見ていただきありがとうございました。この動画ね、私いつも言ってますけど、高評価、コメントに支えられております。ぜひともね、高評価、ポチッと押していただければと嬉しいと思います。あと、お暇な方はね、コメントいただければいいと思います。こういうカメラもあったんじゃないのとかいうね、空上のコメントでも別に結構です。あと、まあ、チャンネル登録ね、ずんずん増えております、最近とかね。月110人ペースぐらいで、増えております。3000名に到達するとね、多分ですけど、キャノン FT のね、50mmF1.8 付きでね、プレゼントすることになっていくんじゃないかと、思うんですけどね、まあ、ちょっとそこはまだ煮詰まってないんですけどね、3000名いくとそんなこともありますんで、ぜひぜひチャンネル登録お願いします。最後まで見ていただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それではごきげんよう。さようなら。